ベルディはアビスパ福岡との対戦です。前節久しぶりにビファーレン長崎に勝って連勝を狙うベルディ、今日はどんな試合を見せてくれるんでしょうか。ホワイト監督はアビスパ福岡はかなりアグレッシブに来るという話をしています。ただ逆にカウンターのチャンスも大きいということも話していました。ベルディもアグレッシブにどんどん前に仕掛けるプレーを期待しましょう。そして今日は花戸仁選手が大事を取ってメンバー外ということになりましたが、代わりに小市選手がスタメンで出場します。今日はおそらくゴールを取ってくれそうな予感がします。皆さんで期待しましょう。